鶴ヶ祭りは、福井県鶴ヶ市にある祭りで、市内中心部である4つの商店街で行われる、鶴ヶの大型イベントの一つである。K 山祭りとも呼ばれる。K 山とは、下避神宮のことを指す。元来、下避神宮の周期礼大祭であるが、今では、鶴ヶ市民の祭りであると認知されている。鶴ヶ祭りは、毎年9月の初めに行われる祭りであり、 県内は元より県外からも多くの人々が訪れる。祭りのメインは最初の1日目、2日目、3日目であり一番盛り上がり、カーニバルや踊り、そして伝統行事などが催される。商店街のアーケードの軒下には、所狭しと屋台や商店が並べられ、様々な食べ物やおもちゃが売られる。特に屋台の数はさながら露天商の全国大会の館がある。また、 ケヒジング内にも屋台や商店、そしてお化け屋敷などの見せ物が設置され夏の終わりの風物詩となっている。鶴が祭りに合わせて市内の小学校や中学校では夏休みが終わった後だがすぐに休みになる。ピーク時には普段では考えられないほどの人が集中するのでアーケード街は人で埋め尽くされ前が見えない。特にケヒジングの入り口では顕著になる。 小学校や中学校ではこの祭りに関する注意事項の確認書が配られるように普段とは勝手が違うことを強調する。駅前商店街と神楽商店街では道路を封鎖しライトアップしてイベントが行われる。商店街自身も活気が出るので客の出入りも多い。ありがとうございます。